はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルファイトでございます。海外版青にニラオニ実況プレイ続きやっていきたいと思います。あれ、いや、すいません、右下にミカちゃんっぽい人形があるような気がしますね。もしかしてこれはあれ、前回手に入れたからかな。とりあえずテイ、前回これを手に入れたから、これじゃねえ、こっちだよ。はい、まじない人形でいいのかな。お、手に入れたから、あそこにミカちゃんの人形が追加されてますよね。絶対追加されてますよね。絶対前回なかったもん。まあ、だんだん他のキャラクターの人形もゲットできるっていうことでしょうね、きっとね。ちょっと待って、リアン君はすでにリアン君っぽい自分の人形を持っていたが。え、ここで出てきたら、あの、袋工事ですよ。あれ？あ、左の隣。え？嘘。前回鍵手に入れたから絶対どっか開いてると思ったのに開いてないんだけど。うそん。え、うそん、うそん、うそ。なしてなしてなして。え、だって、右の扉はぶっ壊れてるし、ぶっ壊れてるでいいのかな？私って、今回、いつもこのゲーム、1回で1パート取るのが、心臓的にギリギリなんですけど、今回は2回連続で撮ってます。と、使えない。え？でも右左じゃねえ。右行ったらやつが出てくるし。あ？どこに鍵使うん？だって鍵使うとこなんて下とかないしな。あ、無駄に。間違えた。違う違う。無駄に人形を使ってみる。バル。あ、やった！わーい。ていうか、あ、失敗した。左行きすぎました。失礼。すいません。はい。ちょっとうっかりね、左を押しすぎましたと。失敗、失敗。ていうか、バール、ようやく使い道ゲットじゃないよ、見つかったわ。なんか、いろんなとこに使えそうな気がして、全然使えなくて、こいつ何なんだよと思ってたら。イェイ。ゴス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 。じゃーん。なんじゃわれ、みたいな感じかな。ちょ、難しいですね、入力が。うわーい！椅子の罠。はい、すいません。結構難しいですよ。ちょっと待ってくださいね、これ。あ、入力したら、こう、あ、そうでもないのか。でも、切り替わったと思ったらすぐ下に押さないとダメだ。バールだ。ほい、何回目だよ ?3 回目だ。なんじゃわれってか、うめえみたいな。っていうか、明らかにね、扉よりでかいのにね。おっしゃ！あ、ここ結構罠あるわ。だからこんな妙な配置なんだな、ここ。よし、切り替わって G がいたら最低だと思ったけどね。切り替わって G がいたらこの、ひどいねって思ったけど、そんなことはなかった。まあ、これでようやくバールは、あ、まだ残ってる。使い道があんのかな、バールは。まあ、何かしらに使えると思うんですけどね、バール。さあ、もう一回出てきたりする？もう一回出てきたりする？ないか。ウェーイ、入れたんで、ほい、またよ。お、なんか暗号系だな。うわ、めんどくせえ！超めんどくせえよ、これ。あの暗号解けってことだろう。うわ、覚えるのめんどくせえ、これ。これ、しゃべりてえ。しゃべらないと無理だろ、これ。うわー、やだな。しかし、あの暗号、あれだと暗号だけだから、うわ、これしかねえわ。これしかねえ。うわ、マジで。マジか。覚えられないな。よし。しゃべろう。ちょっと待ってくださいね。はい。お待たせいたしました。しゃべりました。さすがにね、しゃべらないと無理かなと思って。だったら、あの暗号を見てくりゃいいのかな？出てくんなよ。出てくんなよ。あれを見てくればいいんだと思うんだけれども、これで下から出てきたらいじめだぞ。お！
これで見るのめんどくそ、これめんどくそ、マジめんどくせ。え、これで本当にわかるのかな。もしかして他のカヘラ、ハヘラじゃない、カケラを見つけないとダメなのかな。すげえ時間かかったけど、一旦ダメだ。やめます。なんか10分ぐらいかけたけど何にもないんだけど、無意味にセーブこれで10分ぐらい経過したっていうのがわかると思います。絶対はしょってるか、セーブじゃねえ、あれしてますけどね。どっか開いてねえかな。開いてないか。じゃあ一旦ここにもう一回入って、なんかないかなって調べる。なんかあの破片もう一枚ぐらい欲しいな、暗号のやつ。ていうかそもそも調べたところで入力するところがない、今のとこ。だって調べても何も起こらなかったし、特に何もないか。ほっ、はっ、ないか。ここに他に何か、でもだいぶ調べたと思うんだけどね。なんかここ抜けてるように見えるのがすげえ気になる。特に何もない。いや、右に行けるようになってると信じたいな。これな、切れてる部分がな、きついよな。しかもこう、字下手だし。ひどい。あいつも下手だけどな、文字盤じゃねえ。何かで書かれたやつも。さあ、出てくるか。ダメか。ダメだな。いけない。はい。ですね。一旦どっかで切って、おそらくですね、今までですね、すげえ悩んでたのを、めっちゃカットしたり、倍速とか、倍速どこの騒ぎじゃないと思うけど、すごいことしてカットして、今何分頃になってるのか分かんないんですけど、結局分かんなかったんで、すいません、ネタバレ見てきました。はい。いや、ウィキ、一応あるっちゃあるんですよ、攻略が。あれで、わかるかなと思ったんですけど、やっぱり、もう半分がないとダメみたいですよ。で、もう半分をどっかで見つ、ど、もう半分のありかをと思ったんですけど、わかんなかったんで、はい。それ見てもわかんなかったんで、最終手段、人の動画を見る。ひどい。もちろん外国人の方の動画ですよ。はい。日本の方でやってるのはあんまり見たことないんで、で、何がどうって、嘘、あった、気づくかボケ、これは無理すぎる。もうこれを見た瞬間、もうねえ、絶句これは気づかない、これは無理だ。もう私1階とかまで行ってめっちゃいろいろ見たんですけど、ねえ、何だったんだろうあの時間は。ちょっと涙が出てくるわ。はい、キャッシー見つけましたよ。何？ Go away. I know it's really you. 本当の私を知ってるみたいな、逆な。本当、いや。ふふふ。やべ。ああ、ヒロシのことをニラオリさんだと。疑ってる。騙してる。声で騙してんじゃねえのみたいな。そんなことされたのかな？ルック？見て。私を見て。違うな。ああ、よかったね。でもね、化けてるっていう可能性もあるよ。青鬼さんだ。まあ、青鬼さんは擬態できるからね。ニラ鬼さんはどうなるかわかんないけど。でもやられたのかな？あんな風に疑うってことは。よかったね。元気でよかった。なんか落ち着いてってことかな、スローダウンは。とりあえずリアン君探したいんだけどな。とりあえず何言ってるか分かんないから、もういいや、スルスルは。は？ I met Takeshi, I met Mika, but I've been
I've seen リアン。多分なぁ、リアン君のこと気になってるからリアン君にしよう。リアン君は大丈夫なんですけれども、今 C って出たらやっぱり女の子だな、リアン君は。うん、ごめんなさい。ごめんなさい。だって単発だしさぁ、わかんないんだよ。ん？あ、約束するみたいなこと言ってるね。あ、でもなんかもうすっげえ長えわ。あとでなんとなく見とこう。ん？このルームのこと、ルームっていうか部屋のことも分かってないのかな？全然分からんわ。What in the closet？ あー。クローゼットに入っとけば大丈夫みたいなことかな？なんでここにいたのみたいな感じかな？ん？あ、鍵落ちてるわ。それ見たい。わあ、何売ってる？フィギュア。フィギュアって出てんな。全然わからん。キャシーついてくんのかな？なんかキャシーの言ってるとこって難しそうだな。キャシーはもしかしてこのね、何？あの、この病院関係者だったりすんのかな？白い服着てるし。白衣っぽい感じが。ん？全然わかんないんだけど。いや、もうわかるあれもないんだけど。何言ってんだろうな。大丈夫？大丈夫？なんかキャシー。え、キャシー？私どうしろと？何をどうしろと？セーブしとこう。開かない。鉄格子。よくあるよね。あ、でもいるわ。なんかいるよね。見えない。あ、でも携帯、あ、一緒か。でもなんかちょっと前のめりだね、あいつ。横向きだと前のめり。なんかいるんだけど。前から見ると？前から見ると？ちょっと違う。でもこれ開かないな。まあ開いても困るけどね。開いたら困るけどね。で、キャッシー。びっくりしたびっくりしたキャッシーが来ると思わなかった。大丈夫なんだけど、大丈夫なんだけど、なんかいるんだよね。ローチ。ああ、G のことね。お、なんだろう。え？That's another monster. あと、どっちか、わからなーい。なんだろう、どれを見たらいいんだろうな。とりあえず、これは慎重に選んだ方がいいのかな。選択肢によってエンディング変わるのかも、今んとこわかんないんだけど。なんかね、とりあえず、見た感じ、あの、ミカちゃんの人形ゲットしてないんです。ないですか？あれの人形全部ゲットするといいみたいな。パーフェクトエンドにはそれが必要だと。でも結構まあいろいろ工程が書いてあったので、あの、ものによっては。特にヒロシのやつの工程すっげえ書いてあったんで、多分無理じゃないかなと思います。はい。パーフェクトエンドは期待しないでください。ノーマルエンドもいけるかどうかわかんないのに、バッドエンドなんじゃないかな、流れ的に。まあそんなことはともかく調べようと思いますね。とりあえず、UN、とりあえずわかんないですかね、見てみますね。見たことのない単語から。おー、あ、TUNATELY。不運にも。不運にも。そうか。ライトウェイ。なんか、ライトとフェンが繋がってるって、珍しいな。あ、間違った。いつもの癖で。よいしょ。んで、ペンだから、WHEN。はい。あ、でも、ないな。あれ？繋がってるけど、ない。出てこないわ。私の、あれが間違ってる？そんなことはないと思うんだけど。いくらドイツ語のあれだからって。ないな。じゃあ、選択肢の方を見てみましょうか。ブレイブリー。ブレイブリーじゃなくて、ブレイブリーはわかんないけど、なんとなくわかった気でいいよ。なんだそれ。その、サクリファイスド。サクリファイスド。サクリファイスってなんだっけ？聞いたことはあるんだけど、出てこないわ。生贄。マイセルフ。トゥーセブリアン。あ？え？待って。生贄とか、怖いわ。ちょっとブレイブリーも見とく？なんとなくは勇敢にも。
なんか自分を犠牲にしてリアン君助けるみたいなこと言ってる気がするんだけど、気のせい？じゃあその下のあれを見てみますね。あ、間違えた。S だ。あ、違う。D じゃない、最初。なんで D を押したんだ、私は。ゾッとする。恐ろしい。ん？じゃあ、CHA？ すごい、ここで時間かかってる。あー、これ、過去形だ。は？わからん。なんかね、上はね、さっき見た感じ、怪しいっていうか怖いんだよな。なんか、リアン君の代わりに自分が死ぬみたいなこと言ってる気がすんだよな。で、下がな、よくわかんないんだよな。よくわからないんだよね。恐ろしいモンスターはいいんだけど、その次がわかんないんだよな。これが追跡するとか、そんな。苦しめるリアン。アウェイって、アウェイ？逃げるリアン君を追跡してる？わかんねえ。離れて。わかんねえ。すげえここで時間かかったけど、わかんねえ。えい。えいっつって。なんかこっちの方がよくわかんねえんだけどな。わかんねえや。ねえ、結局わかんないんだけどな。I am the worst sister. Worst? Worst ってなんか悪いってことじゃなかった？自分は悪い姉って言ってんのかな？そんなことないよ。そんなことないよ。ってか。とりあえず、キャシーとリアン君は頑張って生き残ってほしいよ。もしかして、自分がなんか探すからキャシー逃げてみたいなこと言ってんのかな？ん？たけし君の名前が出たけど、なんかあった？長い長い長い。なんかすげえ感動的な会話してんのかな、ここもしかして。うわぁ、全然わからねえ。はっはっは。Are you sure? Share? はい。あー、見える。はい、います。信じていいのかなみたいな。よし、信じてくれ。信じてくれ。とりあえず信じてくれと。頑張って逃げて、キャシー。長いな、ここの会話っていうか、私が調べるのが長いからか。すいません。ここ終わったら切りましょう。めっちゃ時間経ってるし。Yes。Yes じゃない。オフコースはわかる。どういう意味ってことかな？ああ、キャシーが入っちゃった。キャシーが入っちゃった。とりあえず、鍵ゲットしとこう。じゃあ、はい。すみませんでした。どうしても、あれは無理。さすがに無理。壁を調べるまでは行ったけど、さすがにその向こうに行こうとは。ていうか、その壁とか見てねえし。はい。そんなこんなで、大変申し訳ございませんでした。とりあえず、はい。とりあえず、エンドを見たい。バットでも何でもいいから。ということで、進めておりますので、ご了承いただければと思います。それでは、今回はここで切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。